ニーハオ、皆さんお元気ですか？今回は MRT 桃園空港台北駅バオザンエンゴングアンヨイチの状況をお伝えします。台湾の現状は緩和してきておりますが、公共交通機関では改札入場時マスクの着用の規定はまだ続いています。ここでも検温が行われていますね。バオザンエンは台北国際芸術村の一つの拠点であり、 MRT ゴングアン駅から徒歩約10分で到着します。現在はコロナの防疫のため入り口で検温が行われています。ここは昔中国の兵士たちが逃れて住んでいた歴史のある村です。2004年に歴史建築に認定され、取り壊されず保存されています。今では台湾国内外のアーティストがここに住んでおり、彼らの作品を見ることができます。上まで上がってきました。バオザンエンの営業時間は11時から22時。定休日は月曜日です。MRT ゴングアン駅にある夜市は、台湾大学の周辺で学生街でもあります。交通が便利な上に値段もお手頃です。それではまた次回。